えー、こんにちは。おはようございます。即家塾の久保でございます、えー。時間にしてね、朝5時ぐらいなんですけども、今日もこうやってね、動画ばっかり撮っていますが、あのー、まあ、ちょっと自分のことをね、話すのは恥ずかしくてあれなんですけども、えー、私ね、マ、えージャン店の経営が10年ぐらいだったんですよ。で、サラリーマン経験は大学を出てから7年弱だったんで、マージャン店の経営が一番長かったんですよね。で、残念ながらマージャン店の経営って、まあ、全然黒字にならなかったんですよ。 だいぶ借金を作って、最終的には社員を解雇して、まあ、あの、閉店した、潰したっていうことになりますけどね。うん。まあ、けどそれから40過ぎて、初めてね、パソコンを中心とした、インターネットを使った情報発信、これをビジネスにしていったわけなんですよ。まあ、具体的に言うと、サイトを使ったアフィリエイトとかね。 それから最近は FX もやってますし、YouTube、こういったものの広告収益ですとか、それから案件などもやってるんですよね。で、その根底には、うん、やっぱり自分なりにこうした方が最小限の活動で利益が上げれて、なおかつ、情報発信を受け取った方に高い価値提供ができるんではないかなって感じてるんですよね。うん、まあ、ですんで、この道に入ったんですけども、当然私の まあ、この今だったら動画ですよね動画が見られていなければもしくはその動画を通じてお金が入ってこなければこの活動は続けられません、うん、ですんで始める人は多いけれども続く人は少数なんだろうなと思いますまあ具体的に言うとですね私が1人で活動してまあ1億2億っていう金額にはもう完全に届いてるわけなんですよ実際そのための入金も行われていたりとかそれに対した納税とかも行っていてですね で、それに比べて、すごく自由な時間は増えているということで、こんな時間にもね、も焼肉食べたり、ラーメン食べたりとかね、まあもちろん自炊でなんですけども、まあ、こうやって自由に活動をすることができると、お昼もね、眠くなったら寝ますしね、で、ドライブ行きたくなったら、ナイト2000と、それからセルショもあるんですけども、 これを交互に使い分けてドライブ行ったりとか、家族旅行するときはベルファイア乗ったりとかね。まあ車も何台かありますんで、自由に選べるかなと。まあ三崎ユータさんみたいにね高級車ばっかりってわけではないんですけども、私なりに大好きな車ばっかり乗ってますんで、非常に満足度は高いかなと。あとね、漫画も結構読めるようになりましたね。うんずっとね、漫画読めなかったのと、あと映画もあんまり見れなかったんですけども、今毎日のように漫画を何十冊も読んであるとかね、映画を何本も見たりして楽しませてもらってます。 はい。それでですね、お金を稼ぐ感覚ということで、今ね、実はメールをいただいたんですよ。こういう風に書いてるんですよ、えー。最近は毎日動画見ています。サラリーマンが長かったので、お金を稼ぐ久保さんの感覚がとても勉強になります。いつもありがとうございます。ということでございます。いや、あのね、本当に、私の動画を見て、これ、せんつながらですね、お金を稼ぐ感覚が勉強になるっていう言葉は、一部の方にしかそれはね、理解できないことなんですよ。まあ、なぜなら、たった一人で1億円、 なら1億円ね、たった一人でですよ一人で1億円稼ぐ方法に歩み出す人ってのは全体の一部なんですよでしかもそれを実現する人はもっと少ないんですよねですけどもまず、まあ、私がねいろいろとうん、まあ、情報発信してますけどもこれ全てですねあの視聴者さんに気づきとか発見とか行動のモチベーションを出していただけないかなと思ってあの手この手で動画をたくさん撮ってるんですけども それが受け取れるっていう人はね、まさに、うん、あの1億2億と稼いできる素養はあると思うんですよ。受け取らなければ、うん、他にもっとセンスのいい動画があればね、そっちを見ていただきたいんですけども、うんまあ、なかなか見つかりませんからね。肝心なのは、何万回も何十万回も再生数が上がっている稼ぐ系けの動画を見ていくのか、それとも、私のね、数少ない再生数の中の一人になっていくのかなんですよ。まあ、例えば、有名、 稼ぐ系 YouTuber のなんとかさんって人がねいつも10万回の再生数を誇っていますでも10万回要するに10万人見に来てる中で稼いでる人って何人いるのかなってことを考えるのとまあ私はねこうやって再生数そんなにバカ高くないですけどもでも私の動画の中にも紹介してますように稼いでる人は多いわけなんですよ少ない視聴者さんなのに稼いでる人は多いんですよだからどっちが 打率がいいのかなってことを考えたら残念ながらですね一般的なことを話している再生数の多い方よりもすごくねマニアックなことを話しているう再生数の少ない私の方が多分ね私の情報は受け取りやすいと思うんですよ、うん、だから私と同じ思考だから私の言うことに共感してで行動も伴えばそれは稼げるよねってことなんですよ。 あの私49ですけども40歳の時にはまだインターネットビジネス始めてないよちよち歩きの第一歩でしたからねで434ぐらいまでにはまあ1億円を突破する収益を出してその後暗号通貨を買ったっていう流れですからね FX は本当につい5年前なんでもっとそのあとなんですよだから最初は情報発信だけでしたからそれにバナーを貼り付けてアフィリエイト報酬っていう形ですからね、うん、まあですんで最もインターネットビジネスの王道を 歩んできて時代に合わせて取り扱うものも変えてきたのが私なのかなとこうやって振り返って思うんですけどもねこの10年っていうのは本当にあにインターネットパソコンで稼ぐ副業副収入のための教科書をなぞっているような気持ちですよね最初はネオヒルズから始めましたんでねネオヒルズの,あの東京六本木のねあのネオヒルズ族の土屋宏さんとかに入門したのが一番最初だったんですけどもあれが全てでした。もう本当にね私は 土屋塾が本当にうまくはまってですね情報発信の何たるかあそこで全て身につけました、うん、ただ同時期に入った方の中でほとんどやっぱり消えましたね今全然いないですね、うん、だからその消える人に私もなっていたかもしれませんけども本当にその辺は皆さんのおかげだなと思っております、はい、じゃあちょっと長くなりましたけどもね、えー、早朝の感想でございました、はい、メールの方ありがとうございますお疲れさまです